お尻の横の大天使の出っ張りやお尻自体が大きい外ももの張りはこれが原因です。上向きに寝てスマホを見ながら原因を皆さんに実感していただきます。空いてる方の手でお尻の横大天使のあたりに手を添えましょう。この状態でお尻にグッと力を入れることできますか？力を入れた瞬間に大天使がグッと中に引っ込むの分かると思います。そうなんです。お尻の筋肉をうまく使えてなかったりとか、もしくは筋力不足だと大天使が外に出た状態が当たり前になってしまうんです。まずは足肩幅ぐらいに広げてつま先を外にグッとねじります。外ねじりするときにお尻の筋肉を使うイメージです。できる限りグッと外に開きましょう。お尻の横に手を添えると、あ、お尻の筋肉使ってるなって感覚がわかると思います。感覚ない方は一緒に練習してうまく使えるようになりましょう。ふう、グッとねじる。 OK を戻します。そしたら次膝と膝つけてこの状態のままお尻の穴をグッと締めます。ふう、グッとお尻の筋肉に力を入れてお尻の穴をグッと締めるイメージです。ふう、内もも付け根の方にまで力が入ると思います。ふう、難しいけどゆっくりお尻意識してやってみましょう。グッと入れる、よし、OK です。次は膝を曲げて外にグーッと開く、閉じる、外にグッと開く。外に開くときにお尻を使ってグッと力を入れるイメージです。開くときにお尻を使う。ゆっくりで大丈夫です。お尻の筋肉こう触ってね、意識しながらやってみましょう。限界までしっかりお尻意識して開く、急ぐ必要はないです。ゆっくりお尻を意識して行っていきましょう。ふう、お尻使ってる感覚ありますか？ない方もね、一緒に練習してできるようになりましょう。ふう、 OK。 次は膝立てたまま左股関節大きく外回ししていきます。ふう、ゆっくり大きく普段動かさない範囲まで動かしていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。で、股関節ゴリゴリ鳴るよって方は痛みがなければ問題ないです。逆に痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。大きく外回し、普段動かさない範囲まで動かすことが目的です。よし、 OK。 次、膝立てたまま、右股関節大きく外回ししていきましょう。これもね、ゴリゴリ鳴っても痛みがなければ OK。 痛みがある方はゆっくり小さく回していくといいと思います。これよくね、ゴリゴリ鳴る原因はって聞かれるんですが、これまだ医学的にですね、解明されてなくて、まあ、単純に筋肉の硬さって可能性もありますし、こう関節の中のね、空気が弾ける音っていう説もあります。ただまあ原因が分かったところでどうしようもないので、まあ、できる範囲でやっていけばと僕は思ってます。OK。 次は膝と膝つけた状態でお尻をグッと持ち上げます。裏ももお尻使う感覚あれば OK です。感覚ない方はね、手で裏ももお尻触ってみると、あ、硬くなってるな、力入ってるなって感覚あれば OK。 膝同士ね、つけておいた方が裏ももお尻使いやすくなってきます。この次ね、休憩ストレッチなのでちょっと頑張りましょう。逆に今これやってて腰痛いよって方は必ずね、痛みない範囲で行っていきましょう。ラスト1回あげましょう。グッと、よし、 OK。 次、休憩ストレッチ、足肩幅に広げて左右に振っていきます。で、外に開くって動きが大切なので、なるべくね、しっかり外まで倒す、外まで倒すようにやっていきましょう。なかなかね、こう大天使って馴染みがない言葉だと思うんですけど、実際そこがね、出てると、もう何やってもね、結局太もも痩せなかったり、お尻小さくならなかったりするので、当てはまった方はね、しっかり習慣にしてやっていきましょう。よし、OK。次は足の裏合わせて、なるべく膝と膝ぐーっと離します。その状態でお尻を持ち上げます。お尻、使ってる感覚ありますか？膝同士はしっかり開いたまま上げる。こうやって膝が閉じちゃうとね、 NG です。膝と膝離したまま
尻使ってあげる。ふう、お尻使ってる感覚あればね、 OK です。ふう、結構長い動画なので、もしきつかったので最後10秒サボったりしてももちろん OK です。ふう、よし、 OK。 次は膝曲げたまま右膝伸ばして、つま先外にグッと向ける。ふう、外向ける。ふう、これを繰り返していきましょう。これもね、大天使のあたり手を添えて、あ、動いてるな、使ってるなって感覚あればそれで OK です。ふう、もちろんね、前ももそんなに使わない方がいいんですけど、多少はね使っちゃうと思います。お尻の横、大天使のあたりを動かすことが目的。しっかりつま先外向ける。ふう、グッと、ゆっくりでいいですよ。普段動かさない範囲まで外にねじっていきましょう。 OK。 次、逆足いきます。左足伸ばしてつま先外にグッと向ける。しっかり外向ける。呼吸はね止めないようにしましょう。このお尻の横を使う感覚ありますか。この次からね横向きになります。しっかりお尻の横を意識することと、呼吸はね最後まで止めないようにやっていきましょう。グッとねじる。あと2回だけねじりましょう。グッと、ラスト1回外ねじり。 OK。 次、左足を下にして横向きになりましょう。膝90度に曲げておきましょう。お尻の横、大天使のあたり使ってこうやって上げていきます。膝と膝離す。こうやって後ろに倒れちゃうと NG です。骨盤は動かさない、膝だけ離すっていうイメージです。お尻の横、この大天使のあたり使ってる感覚ありますか。感覚ない方ね、ゆっくりでいいので触りながら意識して行っていきましょう。ラスト1回グッと開く。 OK。 次は左足ちょっと前に出して右足を伸ばします。つま先を真上にグッと向ける。真上に向ける。見えますかね、グッとグッと。この時もね、後ろに開かないように左足は前に出して、ちょっとね体重前にかけておくイメージだと思います。頭はねこうやって枕使ってていいので、しっかりつま先外向ける。外ねじり。呼吸は止めないようにしましょう。グッとねじる。ラスト1回 OK。 次は左足前に出しておいて、右股関節大きく外回ししていきましょう。これね、目的は外にこう開くってことと、普段動かさない範囲まで動かすことなので、そんなにこう急いでねやらなくてもいいです。ゆっくり大きく外回ししていきましょう。このね、お尻の横動いてる感覚あるとより良いと思います。どうしてもこう呼吸が止まっちゃう方多いので、意識して呼吸を続けましょう。 OK。 次、右足をグッと伸ばしてそのまま真上に上げます。ふう、真上に上げる。どうしても後ろにこう倒れちゃう方は、前にこう手をついておいたりするとね、後ろに倒れづらくなります。ふう、ここ大天使のあたり使ってる感覚ありますか。きつい。ふう、頑張って、できるだけ高くお尻の横を意識して。ふう、頑張って、きつかったらもちろんサボっていいです。ふう、頑張って。ふう、グッと上げる。ふう、ラスト1回ゆっくり上げましょう。 OK。 次、皆さん寝返り打って逆向きになりましょう。僕は見やすいようにちょっと頭の向きを変えます。よし、右足を両膝をこうやって曲げておいて、膝と膝離す。ふう、離す。お尻の横使う感覚ありますか。手をこうやって添えておくといいと思います。スマホはねこうやって床に置いておきましょう。ふう、これね、お尻使う感覚ない方って本当にね、全然動いてるって感覚もしかしたらないかもしれないです。でもこれはもう練習するしかないのでね、一緒に練習しましょう。 OK。 次は右足前に出して左足をグッと伸ばしましょう。でそのままつま先グッと上向けます。股関節外ねじり。きつい。後ろに体倒れないように、前にこうやって手をついておいてもいいです。
ふう、しっかり外ねじり、ここ使う感覚わかりますか？ふう、きつい。もしね、きつくてついてこれない人、サボってもいいし、一種目丸々飛ばしてももちろん大丈夫です。こう今この瞬間頑張ることも大事なんですけど、習慣化することの方がね、よっぽど大事なので、無理ない範囲でやっていきましょう。ふう、 OK。 右足前に出したまま、左股関節大きく外回ししていきましょう。ふう、呼吸はね、止めないように意識を続けましょう。ふう、ここを使う感覚、皆さん分かりますか？ふう、ぐっと大きく回す。ふう、ぐっと。できる限りゆっくり大きく回していきましょう。ふう、よし、OK。 次、右足前に出しておいて、左足真上にグッと上げていきます。お尻の横、この大天使のあたり使う感覚ありますか？きついな。ふう、頑張って、呼吸は止めないで、できる限りでいいから高く上げて。僕もちょっともうね、上がんなくなってきました。一昨日のコラボ撮影の筋肉痛がまだ抜けません。ふう、きつい。ふう、頑張って。筋肉痛あるときね、やった方がいいのっていう質問もよくいただくんですけど、それも概要欄のズボラストレッチの教科書、無料のやつに書いてますので、気になる方読んでみてください。 OK。 次、もう一回仰向けになります。よし、上向きになったら膝を曲げた状態で、左足を右足の上、こんな感じで乗せます。で、ちょっと戻して、外にグッと開く、戻す、開く、これを繰り返していきましょう。左の大天使のあたり、ここを使いましょう。ふう、しっかり膝開く。ふう、お尻使ってる感覚ありますか？これね、全然もしかしたらできない人いるかもしれないので、その場合ね、こうやってスマホ持ってる手と、もう片方の手でこうやってずる人もいいです。ぐっとサポート。ふう、ほんとね、最初ね、感覚つかむまですごい大変なんですよ。もう自転車と同じ。最初ね、できるようになるまですごい大変。自転車もね、乗れるようになるまで大変ですよね。それと同じです。頑張りましょう。ふぅ、オッケー。次、右足を左足乗せます。で、右膝を外にぐっと開く。ふぅ、開く。ふぅ、開く。右のお尻使ってる感覚ありますか？ふぅ、頑張って。呼吸は止めないようにしましょう。ふぅ。もし腰が反っちゃうよって方いたらね、ちょっと足手前に持ってきてもいいかもしれないです。もしくは腹筋にちょっと力入れておくとかね。ふ、開けない人は手でサポートしても OK。 お尻の筋肉しっかり意識して行いましょう。ふ、 OK。 次はもう一回左足右足の上に乗せたら、お尻を持ち上げます。ぐっと持ち上げる。右の裏ももお尻使う感覚あれば OK。ふう、右足使って持ち上げる。ふう、ぐっと。もしきつかったらね、こうやって手ついたりしてもいいです。ふう、右の裏ももお尻使う感覚ありますか？ふう、腰が痛い方、痛くない範囲で行いましょう。ふう、呼吸は止めないで頑張って。右の裏ももお尻意識して。ふう、ラスト1回。よし、 OK。 よく頑張りました。逆足いきましょう。右足を左足乗せます。左の裏ももお尻使って持ち上げる。ふう、こうやって触ってね、あ、硬くなってるなーって感覚あれば OK。 ふう、腰がね、あんまり反らないようにしましょう。ふう、呼吸止めないでしっかり裏ももお尻意識して頑張って。ふう、片足でね、持ち上げてるのでちょっときついんですけど、その分効果あるので頑張りましょう。ふう、頑張って。ふう、この次ちょっとね、休憩の種目なので安心してください。ふう、ラスト1回グッと上げて OK。 足下ろしたら、次、左の股関節内回ししていきましょう。今までね、外回しばっかだったので、休憩で内回しで、もちろんこれも大きく内回ししてほしいんですが、皆さんね、結構もう疲れてきたと思うので、ゆっくりね、無理ない範囲で大丈夫です。余裕がある人は大きく回すといいんじゃないかなと思います。ふぅ、もうね、本当は全部外回し、外ねじりばっかだけでもいいかなと思ったんですけど、さすがにちょっとね、
皆さんの心が折れるんじゃないかなと思ったので内回しを入れてます。 OK、 次右足内回ししていきましょう。きつい。呼吸はね止めないようにやっていきましょう。大きく内回しです。この次もね、まあ、休憩というかゆっくり伸ばすストレッチなので疲れてきたなって方も最後まで完走できるように最後ちょっと優しめになってますので一緒にね最後まで頑張りましょう。ゆっくり大きく内回し、無理ない範囲でいいですよ。 OK、 したら次体をねじります。右足を左こんな感じでねじっていきます。この状態でキープです。お尻とかね腰伸びてれば OK、 もしね全然余裕だよって方いたら大きくこうやって股関節大きく回してあげるといいと思いますが、もうね僕も結構疲れました。皆さんもなかなか疲れてると思うので、ふう、これでキープでも十分伸びてきます。ふう、呼吸だけ止めないようにしましょう。ふう、よし、逆足いきます。左足を右こんな感じでねじってきます。ふう、キープでもいいですし大きく回しても OK です。いや結構きついですよね。でまあいつも通りね、これで物足んない方一応概要欄に追加のストレッチ貼ってあるのでもし余裕がある方はやってみていただければと思うんですが、僕も結構疲れたのでね、まあ、無理なく気持ちが折れない範囲でやっていきましょう。ふう、よし OK、 お疲れ様でした。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。